渡辺明名人に藤井聡太竜王が挑戦する第81期名人戦七番勝負は第3局までを終え2勝1敗と藤井聡太竜王がリードしている第4局は5月21-22日に福岡県飯塚市麻生大浦荘で行われる開幕から2連勝で藤井聡太竜王が初の名人獲得と最年少七冠の大記録達成に前進したように見えたが渡辺明名人は第3局で接戦を制し踏みとどまった 7番勝負の流れを決める、第4局の勝敗と展開を、データを元に予想してみた。第81期、名人戦、7番勝負これまでの勝敗と日程。第1局、4月5、6日、東京都、文京区、ホテル、鎮山荘総東京。藤井壮太竜王、後手勝ち。第2局、4月27、28日、静岡県、静岡市、不月郎。藤井壮太竜王、先手勝ち。 第3局5月1314日大阪府高槻市高槻城公園芸術文化劇場渡辺明名人先手勝ち第4局5月2122日福岡県飯塚市麻生大浦荘第5局5月316月1日長野県上高井郡緑化三色藤井聡太荘第6局6月1314日山梨県甲府市常磐ホテル 第7局、6月27、28日、山形県、天童市、天童ホテル。渡辺明名人に復調の兆し。渡辺明名人の最近10局。3月19日、起用戦、小波グループ杯、5番勝負第4局。対藤井聡太竜王。4月1日、キューリック杯、規制戦本戦。対羽生善治九段。4月5、6日、名人戦、7番勝負第1局。対藤井聡太竜王。 4月10日、伊藤園王位、おさはようい戦リーグ白組。対佐々木大地七段。4月14日、竜王戦1組、出場者決定戦。対広瀬昭人八段。4月20日、ヒューリック杯棋聖戦本戦。対佐々木七段。4月27、28日、名人戦七番勝負第2局。対藤井聡太竜王。5月2日、伊藤園王位、おさはようい戦リーグ白組。対増田康弘六段。 5月8日、伊藤園大井、小佐原大,大戦リーグ白組。対富田聖也4段。5月13、14日、名人戦、七番勝負第3局。対藤井聡太竜王。藤井聡太竜王の最近10局。相手の肩書きは、対局当時。3月8日、11戦 A 級プレイオフ。対広瀬昭人8段。3月11、12日、アルソック杯王将戦、七番勝負第6局。対羽生善治九段。 3月19日、起用戦、狛波グループ杯、5番勝負第4局、対渡辺明棋用4月5、6日、名人戦、7番勝負第1局、対渡辺明名人。4月11日、栄養戦5番勝負第1局、対菅井達也八段。4月23日、栄養戦5番勝負第2局、対菅井八段。4月27、28日、名人戦、7番勝負第2局、対渡辺明名人。5月6日、栄養戦5番勝負第3局。 対菅井八段。5月10日、大座戦本戦。対中川大輔八段。5月13、14日、名人戦、七番勝負第3局。対渡辺明名人。渡辺明名人は、春の清戦、五番勝負あたりから、黒星が先行する厳しい状況だったが、5月に入って3連勝と視界が明けてきた。藤井聡太竜王との2日、正番勝負での連敗も、6でストップし、完全復活まで、あと一息といった感じだ。 一方の藤井聡太竜王は直近10局8勝2敗と変わらず順調調子の比較では藤井聡太竜王が上回るが先手番の第4局で星を落とすようだと7番勝負の流れが変わる可能性は大いにあるだろう戦型は相居飛車力戦が本命直接対決は過去22戦して藤井聡太竜王が18勝4敗と圧倒的にリードしており総合的には藤井聡太竜王優位に変わりない 戦定はここまでの3局いずれも渡辺明名人が序盤で工夫を凝らしているのが目立つ。よって第4局も相居ビ社の力戦型で雁木や矢倉に進んでも過去の定石にない戦いになると予想する。